ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は久しぶりに悪役俳優の解説をやるんだね。そうだな。うちのチャンネルで初めて再生回数が1万を超えたシリーズだし、紹介しきれていない役者も大勢いるから、また解説しようと思ってな。そうなんだ。今回は順不同で紹介していくのでよろしく。あいあいさ。最初の役者はこの人。天津吟。悪役度、星 4.5。元教員系悪役俳優。教員生活に嫌気がさし状況、東京映画の俳優となり、当初は端役ばかりだったが、ジャガーの目などに出演し、その大柄な体格を生かし、悪役として活躍するようになる。1962年に放送された、隠密剣士の第5部で演じた、風魔小太郎が、初の当たり役となり、その後、任侠映画などで、敵役の常連となった。そして、1967年に放送された、仮面の忍者赤影で、甲賀源要塞を演じ、悪役俳優の名を知らしめたな。この人は、裸体もだけど声も大きくて、貫禄があったわね。この他にも水戸黄門、第5部で演じた、哲羅勸玄遊は、シリーズ史上最強の、刺客と呼ばれているし、この人は豪快なイメージがあるよな。でもマリサ、ヴィンさんの悪役度は、星 4.5 しかないよ。おかしくない？悪役のイメージが強い天津だが、案外と善人役も、やっているんだよな。そうなの？解決ハリマオでは、ハリマオの仲間で、正義感あふれる村雨五郎も演じているんだ。それと、必殺シリーズでは、盗木などの役よりも、大棚の〇〇や、〇兵衛といった、病人役が多かったんだが、必殺仕事人第5話では、善人の人足役で、悪玉たちに騙されて、死骸になるという役も演じている。それは意外だわ。でも私の中では、山伏みたいな格好して、ガハハハとお笑いしてる、悪の頭の印象だわね。次行くぞ。橋本勲。悪役度星3。人情系悪役俳優。1966年放送のフジテレビドラマ、若者たちの次男役が当たり、これよりテレビドラマや映画で、人情味あふれた役をこなし、貴重な脇役として活躍。この人はあまり悪役のイメージはないけどね。顔の表情に特徴がある役者だよな。時代劇だと長屋に住んでる江戸っ子気質で、ベランメイク調の役が多いわね。っていうかこの人、某有名ゲームのキャラに似てる気がするのは私だけかしら？それはスーパーマリオに出てくるドッスンのことを言ってるのか？確かに四角い顔と歯を食いしばった感じは似ているかもな。主な時代劇の出演は、大岡越前、江戸の風、暴れん坊将軍などだが、江戸の風では第1シリーズから第4シリーズまでと、新江戸の風に岡っ引き役でレギュラー出演している。ちなみに、江戸の風の正式な番組名は、同心部屋御用帳、江戸の風、と言います。補足3級だぜ。井上隆。悪役度、星2。元サラリーマン系悪役俳優。高校生の時に、東方ニューフェイスと、進撃のオーディションを受けるも、不合格となり卒業後は就職。その後数年間、サラリーマン生活を送るが、1974年に、文学座、附属演劇研究所に入所。そうねえ、井上さんもそこまで悪役は演じてないわね。それに時代劇も、新しめのシリーズの出演が、目立っているわ。どうやら30歳を過ぎて、出番が多くなってきたようなんだな。それに、悪い役だと思って見ていても、結局、いい人だったということも多い役者だ。時代劇だと暴れん坊将軍、水戸黄門の出演が多めだな。私の印象では時代劇よりも、2時間ドラマに出てる気がするわね。それと、仮面ライダー空画では、神崎昌司役で、レギュラー出演もしているし、1996年には、芦川よしみさんと、ハイサワーの CM にも出ていたわ。案外マルチなタレントなんだぜ。牧冬吉、悪役度星さん。忍者系悪役俳優。若い頃に、舞台芸術学院の仲間と、劇団を創設し、シェイクスピア劇などを演じていた頃、テレビドラマ、ジャガーの目の敵役で、ドラマデビューを果たす。その後も同社制作の、解決ハリマオの敵役として、引き続き出演をする。隠密剣士第2部で悪役、柘の黒兵衛で人気を集め、第3部からは準主役の、霧のトンベイ役に抜擢されその後、仮面の忍者赤影でも、白影役で人気を博した。ちょっと待って、ジャガーの目といい、ハリマオといい、そして、隠密剣士や赤影まで。今回最初に紹介した、天津吟さんと同じじゃない？そうだな、二人とも同じ番組に出演していたんだが、途中から牧は悪役から善玉にシフトしているんだ。他の悪役俳優さんとはちょっと、毛色が違うわね。
マキはこの後も悪役俳優として多数の番組に出ているので今回この動画で解説することにしたぜ。なるへそなるへそ。今紹介したレギュラー番組以外にもゲスト出演した番組は、銭形平次、スローニン花山大吉、大岡越前、水戸黄門、必殺、桃太郎侍、暴れん坊将軍、などなど毎挙に止まらないぞ。うわぁ、豪華ラインナップだわねー。だよな。森下哲夫、悪役度星4。イケメンやさ男系悪役俳優。ドラマと舞台をこなす役者で、現代劇、時代劇ともにまんべんなく出ていて、名前も顔もわかる役者なんだが、時代劇ではこれだ、というほどの出演はない。そうなの？テレビ朝日系列の、土曜ワイド劇場と、戦隊シリーズ、電磁戦隊メガレンジャーで、敵役のドクターヒネラーを演じているほか、時代劇だと、新必殺仕置人の、全41話中3話にゲスト出演している。41話中の3話って、なかなかの出演率だわね。ああ、そうだな。それにしても、イケメンやさ男ってのはどうなの？森下さんの特技は空手らしいから、マリサなんかきっとケチョンケチョンよ。それはマジ勘弁。配置順、悪役度星 4.5。演出家系悪役俳優。はじめは演出家を志したが、舞台の演出とともに自ら、出演もするようになる。劇団演劇座を創設、その後映画やテレビドラマに出演し、時代劇などで悪役を演じた。俳優業の他に、俳優新人養成の講師を務め、石田恵里、若村真由美などの演技指導もした。主な時代劇の出演は、演出鳥物町と、大江戸捜査網が目立つぐらいだが、刑事ドラマの太陽に吠えろに、多数出演をしウルトラマンや、仮面ライダー X などの、ヒーロー番組にも出演をしている。私だけかもしれないけど、ハイチさんのことをずっと、穂積高信さんだと勘違いしていたわ。まあ似てるっちゃ似てるけどな。浜田トラヒコ、悪役度星さん。昭和系悪役俳優。早稲田大学文学部在学中に、水穂劇団の研究生を経て、兵役後に劇団俳優座に。その翌年に映画デビューを果たし、デビューから5本目の、壁厚き部屋では主演も務めた。テレビ創世期からドラマに出演し、刑事ドラマや時代劇における悪役として、悪徳商人やヤクザの親分、庄屋の役などを演じてきたな。さっき紹介で、庄屋系悪役俳優と言ってたけど、それって浜田さんが庄屋の役が多いからってことなのね。まあそういうことだな。かつて、一世を風靡した女性ロックバンドの、庄屋と時代劇の庄屋さんをかけたんだね。あまり説明されるとはずいぜ。とにかく、浜田トラヒコといえば、庄屋のイメージしかないと言っても過言ではないな。良い庄屋さんの時もあれば、悪大官とつるむ悪い庄屋の両方のパターンがあるわよね。塩地明、悪役度星5。池田屋怪談落ち系悪役俳優。生粋の大部屋俳優で、蒲田行進曲の登場人物、安のモデルとして知られている。1950年代から、東映作品で時代劇、現代劇問わず悪役、敵役で活躍した役者だな。蒲田行進曲の安って、映画で平田光さんが演じてた役だよね？ああ、そうだ。塩地さんが、あの、階段から落ちる役をやったってこと？1958年の映画、新選組で塩地が8メートルの階段から転げ落ちるスタントをやったんだ。あんな高いところから転げ落ちたら、下手すりゃ命も危ないわよね。だから、撮影当日の朝、家族のために、無審査の、簡易保険に申し込んだらしいぞ。塩地さん、大事に至らなくてよかったわ。そんな、叩き上げの大部屋俳優の塩地も、やはりというか仮面の忍者、赤影の敵役を演じているんだ。そうなの？今回は赤影つながりが多いわね。こちらも狙ったわけではないんだがな。仮面の忍者赤影では、第1部で無道一つ目、第3部で遊佐と壇上、第4部で魔風、雷丸を演じている。前から思ってたけど、赤影の悪役はみんな顔のペイントがすごいわ。塩地も最初はこのペイントが嫌だったんだが、雷丸の時はだいぶ吹っ切れたらしいぞ。最後に、この塩地さんも井上将軍さんに似てるなと思ってたから、ネットで調べたら似ている度が 84% だったことを報告しておくわね。西田洋、悪役度星 4.5。 リアルトンズラー系、悪役俳優。塩地と同じ、東映、京都撮影所の大部屋俳優で、デビュー直後はチンピラ役、キラレ役、エキストラ等が中心で、同期に川谷拓造、福本清造がいる。東映剣会の新規メンバー試験に合格すると、徐々に目立つ役が増え、テレビ時代劇、俺は用心棒で新選組、山崎進役でレギュラーを獲得。
その後も用心棒シリーズを含め、天を切る、燃えよ剣などでも、レギュラー出演をしている。こんなこと言ったらあれだけど、結構レギュラー出演してるわね。っていうか、最初の紹介でリアルトンズラー系と言ってたのは、なんでなの？いい質問だな。それは、タイムボカンシリーズのヤッターマンに登場したドロンボー一味のトンズラーに似てるからなんだ。似てるといえば似てるような気もするけど、これはもうマリサの主観だわね。個人的には、2009年の実写版、ヤッターマンのトンズラーは、西田亮に演じてもらいたかったな。トンズラーの設定年齢は30歳だし、この時の西田さんはもう70歳だから、厳しかったかもしれないわよ。そうか、それは残念だな。ついでに聞いておくが、西田とトンズラーの似ている度は、何パーだったんだ？それなんだけど、アニメキャラは対象外だったのよね。それは残念、次行くぜ。唐沢民権、悪役度星に。即興コント系悪役俳優。この人も、悪役はあまりやらない役者だわね。必殺シリーズでは、中村モンドの、上司役もやっていたわよ。実家が農家で、長男だった民権が、後を継ぐ予定だったが、映画好きが高じて俳優を目指す。東映ニューフェイスの試験を受け、不合格になるがその後、京都東映撮影所と契約。1964年、官庁で当時の東映京都の所長に目をかけられるようになり、大部屋俳優から本社契約となり、キャラも大幅にアップした。その後時代劇や東映任侠映画、実録映画などで、脇役悪役として活躍するようになるんだ。1970年半ばには、塩地明、西田洋らと、アメーバ芸団ドンを結成し、映画村内で即興劇やコントを行ったりした。それで即興コント系悪役俳優なのね。でも、塩地さんと西田さんはともかく、民権さんって即興劇やコントとかは、やらなさそうなんだけど。おい霊夢、その言い方は、塩地と西田の二人に悪くないか？あ、塩地さん西田さん、そんなつもりで言ったんじゃないんですよ。いい意味で、塩地さんと西田さんはコントが似合うってことなんですよ。それもフォローになってないけどな。ちなみに、西田と唐沢はコンビでレコードを出したこともあるんだぞ。マジですかそれ？大マジだ、ユニット名は、ガンバルジャンで、1978年にエルボンレコードから出したみたいだな。タイトルは、働いてもらいましょう死ぬまではだ。なんとなく、気合を感じるタイトルだわね。赤辛い、昭和のサラリーマンの歌っぽいな。それにしても、アメーバ芸団、ドンってどんな意味があるのかな？ドンってスペインやイタリアで、男性の名前につける、継承とかだよな。継承？ドンキホーテやドンファンがそうなんだが、それだとドン〇〇と言葉が続くはずだし。あとは普通に親分のドンだよな。まあこれは私個人の解釈だが、アメーバは単細胞の原生生物で、言い方は悪いが、生物の中でも最も、開花層の生き物。その中の親分という、意味なんじゃないかと思っている。なるへそ、自分たちは、大部屋俳優という、位置づけの低い役者だけど、そんなちっぽけな自分たちでも、誇りを持って生きてるぜ、ということだね。違ってたらすまん。ご存知の方いましたら、コメントお願いします。1980年代以降、フリーになってからは東京を拠点とし、舞台のプロデュースや演出指導のほか、シニア劇団極楽とんぼで、脚本演出代表も務めていたぞ。というわけで今回の時代劇、悪役俳優の紹介はここまでだよ。また次回をお楽しみに。最後までご視聴、ありがとうございました。